ノルベルトか。なんだ、違ったか。そうだ、あんた俺の弟を探してくれないか。あのバカ、薬草を探しに行くって森に入ってから帰ってこないんだ。俺が行ければいいんだが、その森は危険だからな。ま、魔物が怖いわけじゃないぞ。ただ準備も足りないし、俺が怪我するわけにはいかないし。見たところあんたは強そうだし、多分森に入っても平気だろ。頼むよ、弟が心配なんだ。ありがとう。それで場所なんだが、森に入って鳥の巣のある木を曲がって、そしたら崖が右手にあって。いや、ダメだ、体では覚えてるんだが言葉で説明するのは難しいな。でもあのルートは俺ら兄弟しか知らないし。一体どうすれば。よし、俺も一緒に行くよ。ただドラゴンの襲撃から森の様子がおかしいんだ。だから俺のことを守ってくれよ。頼むぜ。じゃあ行くか。命は預けたからな。助けが必要な方のもとに行きましょう。よし、戻ったな。これから譲渡に同行してくれ。我々はすまんな、すぐに出発できるか。いいだろう、準備できたら。ここなら安全だ。少し休憩しよう。何度かここで弟と一緒にキャンプしてたんだ。弟もきっとここで休んでいったはずだ。先に進もう。ノルベルトも危ないかもしれない。どうしました？そろそろ進まないと。気分はどうだ？もう大丈夫だよ。助けてくれてありがとう。すまない、ノルベルト。俺がもっと早く来ていれば。いいんだよ、こうして助かったんだから。そろそろここを出ようよ。村に戻らないと。急がないとね。薬草を必要な人に届けてあげなきゃ。ああ、そうだな。行こうか。守りつつ進むのが我々の役目ですね。各社様、拾っておいたこれをどうぞ。戻ってこれたか。疲れたね。でも薬草を届けないと。すぐに戻るよ。ああ、頼んだ。気をつけてな。俺も行かないのかって。もうあいつ一人で大丈夫だろ。あいつが薬草を取りに行くと言った時俺は反対したんだ。最近の森は危険すぎるってな。実際それは正しかった。それでも俺も一緒に行くべきだったよな。俺がうじうじしている間にあいつはいつも俺の先を進んでいく。いい勉強になったよ。どんな結果でも動いた方が後悔は少ないってさ。ノルベルトを助けられて本当によかった。だけど俺がもっと早く決断していればあいつも傷つかずに済んだかもしれないんだ。これからはもっとしっかりしないとな。二度とこんなことが起きないように。イアン殿はああ言いますが、助けられたのは彼のおかげです。兄弟で助け合う、いい光景ですね。